8月29日発売のマックフルーリー白いブラックサンダーを食べていきたいと思います。ちなみに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 8月29日はヤマンブの誕生日です。わー、こんにちは、しょーい、どうもヤマムモです。そしてこの動画を見てくださっているそこのあなた、ヤマムモの誕生日プレゼント代わりにチャンネル登録をポチッてしていただけると、嬉しいです。お願いします。マクドナルドさんで新発売のこちらマックフルーリー白いブラックサンダーを今日は食べていきたいと思います。白いブラックサンダーってさ、ホワイトチョコレートやん。私ホワイトチョコレートめっちゃ好きやねん。もう何この嬉しい商品は、マクドナルドさん本当にありがとうございます。白いブラックサンダーっていうのが北海道限定のブラックサンダーだそうです。8月29日から9月の中旬までマクドナルドさんで発売しているそうなので、気になった方はぜひぜひ買ってみてくださいね。1つ税込み320円、クーポン使ったら290円ぐらいでした。中身はこんな感じです。黒のやつがココアクッキーで、白のがビスケットだそうです。早速食べていきたいと思います。いただきます。うますぎる。このね、少量口に入れただけでもすっごい量のクッキーが入ってるから、めちゃめちゃ口の中でサクサクしててめっちゃ美味しいの。このねバニラも濃厚でね、もうなんかこうクッキーと絡まってめちゃめちゃ美味しい。もうこのサクサク感がマジでたまらん。うまー。私は甘いのめっちゃ好きやから全然これ一人でいける量やけど、普段甘いもの食べない方とか、あんまり甘いものが好きじゃないんだよなって方は、これ一個やと結構多いというか、徐々にこの甘さがしつこくなってくるかもしれないので、そういう方はね、お友達だったり恋人とシェアして食べてみてください。もうこれだけは言わせて、一回食べた方がいいぐらい美味しい。私はめっちゃ好きこれ。ごちそうさまでした。はぁ、幸せでした。白いブラックサンダーのマックより9月の中旬までマクドナルドさんで販売しておりますので、気になった方はぜひ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 マクドナルドへ走ってみてください。というわけで今日はマクドナルドの新商品を食べてみたでした。そしてちょっと話はされるんだけど、私今日誕生日なんです。じゃなくて、ツイッターとかでね、こう、お祝いコメントをいただきまして、本当に皆さん、ありがとうございます。もうね、24歳のスタートがこんなに幸せでいいのか、私っていうぐらいね、もう胸いっぱい、ほんまに胸いっぱい、もう、めちゃめちゃ嬉しい。もう本当にね、改めてね、私のね、本当に嬉しすぎるこの気持ちを伝えたいと思ってね、最後にちょっとそのお話をさせていただきました。皆さん本当にありがとうございます。そして24歳の山桃はもっともっと皆さんに楽しい動画をお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからも山桃もヨガズズブブブブブテイク2、山桃どうぞよろしくお願いいたします。見ていただきありがとうございました。この動画良かったって思っていただいた方、高評価よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をしていただけるとすっごい嬉しいです。お願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。